それで詩編はどんなものであるのかということをちょっとだけ、ご紹介しますと、詩編の137編というの有名な詩編ですが、これはイスラエルの民、つまりユダヤ人がバビロンと戦って負けまして、全部バビロンに連れて行かれて、そこで捕虜になっていた時代、バビロン優秀の時代、そこで非常に苦しみを受けていた時代がありますね。でその時にユダヤの民たちは、先ほど申しましたように歌と音楽を宗教の大事なものとしておりましたので、歌を歌って、その歌が綺麗なんですね。それでバビロンの人たちが来て、酒を飲みながら、我々今酒盛りをするから、お前たちあのさっき歌ってた歌を歌えって、そう言われたときに、以前の神を信じていた人ですね、自分たちを虜にしているこの将軍たち、あるいは兵士たちが、我らの神を称える歌を、お酒の慰めのために歌うという、いくら苦しめにさせられても、それは絵にできない、酒盛りの慰め歌ではないんだ、そういうことを言うなら、もう私とこのことを柳の枝にかける、手から離して柳の枝にかけて、だってことですからね、だってことです。それからもう弾けないでしょ、歌わないっていう指示をした、その時の詩ですよね。ゆっくり読んでみますから、お聞きください。詩編137編、我らバビロンの川のほとりに座り、シオンを思い出て涙を流し、シオンの山ですね、シオンを思い出て涙を、我らそのあたりの柳に我がことをかけた、そは我らを虜にせし者、我らに歌を求めた、我らを苦しむる者、我らに己を喜ばせんとて、詩音の歌一つ歌えと言える、我ら栃国にありて、イカでエホバの歌を歌わんや、エルザレムよ、もし我汝を忘れなば、我が右の手にその匠を忘れしめたまえ、もし我汝を思い出す、もし我エルザレムを我がすべての喜びの極みとなさずば、我が舌を我が顎につかしめたまえ、舌を顎にくっつけて動かなくしてくれと、こういうことです。エホバよ、願わくはイエルザレムの日にエドムの子らがこれを払い除け、その元にまでも払い除けと言えるを御心に留めたまえ、滅ぼさるべきバビロンの娘よ、何時が我らになし仕事、何時に報ゆる人は幸いなるべし、何時の緑子を取りて岩の上に投げ打つ者は幸いなるべし、激しい敵意を述べてそういうことを言っています。この我らバビロンの川のほとりに座り、シオンを思い出て涙を流し、我らそのあたりの柳に我がことをかけたり、そは我らを虜にせし者、我らに歌を求めたり、我らを苦しむる者、己を喜ばせんとてシオンの歌一つ歌えと言え、我ら栃国にありていかでかエホバの歌を歌わんや。これはですね、信仰の歌を酒盛りの歌にしてくれと言った時に
これは信仰の歌だから歌えないのだ、こういうことですね。でここではですから芸術っていうのは万人のためにあるんだとは言いながらですね、また芸術はある人のため、ある神のためにあるっていうこともありますね。でそういう意味でこれは芸術が何であるかっていうことを考えさせると同時に、宗教芸術っていうのはやはりこういうものだろうということを人にしみじみと教えさすものでございます。そしてこれは、ラテン語で訳されておりまして、長い間教会ではずっとラテン語で読んでおりますので、ちょっとだけラテン語の響きをですねお聞きください。スーペルフルミナバビロニスイリクセリムセットフレイビムスクムレコルダレムシオンインサリチブスインメディオエイユスSuspendimus organa nostra, quia iric interrogaverunt nos, qui capitibus tuxerunt nos, verba cantiunum, et qui abduxerunt nos, humanum cantate nobis, de cantitis sion, quomodo cantabimum canticum domini inter aliena. ずっとずっと。で、これは、後で、ダンテの時にダンテを読みますとですね、ダンテのその響きに少し似ているところがございます。そしてこれをですね、教会ではずっと読み続けた節というのがございますので、少しその節に従って読んでみます。スーペルフルミナバビロニシリクセリムセットフレビムcum recordaremur sion in salicibus in medio eius suspendimus organa nostra quia iric interrogaverunt nos qui captivos duxerunt nos verba cantionumet qui abduxerunt nos humanum cantate nobis te cantitis sion quomodo cantabimus canticum domini inter la aliena。こういうメロディーですね。そしてこれが、大体10世紀頃にできて、それがずっと続けて、まあ、20世紀までもですね歌い続けられております。ですから詩編はそういう意味で、ある意味でですね、この旧約聖書の魂のようなものだと言ってもよろしいでしょう。そしてここにあることは別に、ユダヤ人のユダヤ教ばかりでなくて、我々でもですね、ことによったらその賛美歌をあるいは聖歌を歌うことを禁じられたり、あるいはその聖歌を酒盛りの歌に歌えって言われる時だってあるかもしれないんですが、その時にやはりこの力強いと同時にですね、一種の寂しさを秘めた響きっていうのがある意味で追放の中であるべきふるさとを求めている人の心を表していると思うんです。そしてダンテはまさしくですね、その追放の中であるべき姿としての己を、あるべき国としての天に結びつけようと努力した人であります。そこで第3の3、ダンテの道というのをご覧ください。古典文学、私どもはダンテの道としてまず古典文学を学びました。それは神としては神々がいるところでございました。そしてホメロスでは戦争と流離と人の迷子過ち、そしてそれを正そうとする女神、そしてそれに教えられた道徳の必要性、そして帰郷、国へ帰ろうとする。
それは肉の戦い、肉の流儀、そして多神教の女神ですから、想像上のものであったと言わなければなりませんでしょう。道徳、それは立派なものでした。帰郷、しかしそれはふるさとへ、肉のふるさとへの帰郷でした。ヴェルギリウスではどうなったかというと、同じように多神教の神々でございます。しかしそれは、戦争は敗北から始まっているということで、よく考えてみますと、我々は何らかの意味で内的にはですね、敗北に近い状態があることを忘れてはならないと思うんです。真面目に内省すればするほど、うちを顧みれば顧みるほど、私どもはどれだけ少なくとも神から遠いかと、そういうことは分かるので、その敗北から流離の世界、冥語、そして女神、これもギリシャと同じですね。しかしヴェルギリウスの場合には、道徳の他にも使命っていう気持ちが出ております。国を作っていかなきゃならない使命で、使命という言葉を聞くと、それが職業にも連なるでしょうし、自分の人生を通して実現したいいろいろなものもございますでしょうし、場合によっては国民の義務とか、会社の義務とか、大学の義務とか、いろんなものが出てくると思います。そういうものを統括していく使命というものをヴェルギリウスはアイネアスに持たせて書いたということで、一層我々に近くなっていた。神話の世界を書いていながら我々に近く。そしてノスタルジーは何のノスタルジーかっていうと、肉のふるさとへ帰るノスタルジー、過去思考ではなくて、未来にあるべき国へ進もうとする。その国がないなら作らなければならないっていう一種のユートピア思想でもあります。そのユートピア的な思想がなければ世直しというのはできないと思うんです。過去に帰るということはできないです。そうすると私どもはどういう国を作ったらいいのか、どういう社会を作ったらいいのか、いや、それと同時に我々の精神はどこに帰ろうとしているのか、そういうことを考えさせました。そして今今日限られた時間ですが、キリスト教について勉強した。キリスト教の時に何を置いても忘れてはならないことは、神々ではなくて神である。そしてそれは人に語りかけるものであるということ。我々が内部に閉じこもって、さらに内部に入っていった時に初めて聞ける神の声っていうのがあるはずなの。でもそれはなかなか聞けない。なかなか聞けないとしたら、何に頼ればいいかというと、聖書がある。聖書は神の言葉だ。で、聖書を通じて学ぶことっていうのはたくさんあるんですが、それは今日別に申し上げませんでしたけど、創造の問題、天地創造、楽園追放、ルターク、神、キリスト、聖母、教会とかいろんなことがある。で、ダンテは自らの生涯を見ますと、ベアトリッチェとの巡り合いということを通じて、ある永遠の愛のようなものを感じて、そして人間として生活していくうちに、どうしても政治の問題とか社会の問題にもコミットしなければならない。そのためにとうとうフィレンツェを追放されるようなルタクの生活、そのルタク敗北です。追放されるということ、その敗北の時に、敗北から立ち上がっていったアイネアスを書いているヴェルギリウス、巡り合う本で巡り合う、そしてヴェルギリウスを模範として、自分は精神の道を歩んでいこう。そしてその歩みの中で、彼の現実の心にいつも励ましになるのはベアトリーチェ。そしてそのベアトリーチェっていう現実の少女でしたね。そして自分よりも早く死んでしまったベアトリーチェ、よその奥さんになって死んだベアトリーチェ、そのベアトリーチェの背後にあるマリア、そういうものを通じて天国への道を少しずつ少しずつ辿っていったという、そういうのがこの
なんて言いますか、ダンテの構造ですね、全体的な構造で、それをこの次から少しずつ少しずつ読んでいってみようかと存じます。ご清聴ありがとうございました。